どうも、はいですえー、今日は2020年最後の月曜日となりましたで何でこの「月曜日」っていうワードを出したかというと、まあ、あとコメント欄とかにもたまにあったのでお気づきになっている方もいたかもしれないんですが実は月曜日に自分メッセージ動画というか、まあ、あの計画の立て方とかねそういう勉強法のスケジュールの立て方とか、まあ、いろんなそういう話も含めつつなんですけど顔を出してこう喋る動画を意図的に月曜日に 最近ずっと投稿してたんですねで、まあ、別にそれは発表はしてなかったんですけどでそれは一応理由があって、まあ、自分も学生の時そうでしたけど、まあ、月曜日って気落ちするじゃないですか1週間始まったって、まあ、いろんな要因があると思うんですけどね気落ちするしでそこで、まあ、受験生とかはもう本当にこうなんだろうナイーブになってる時だからそこをこうズーンってもう落ちてしまいそうになるのを少しでも支えられたらいいなって。 もちろん計画の立て方とか何かの手法方法とかそういうのを伝える動画ではあったんだけどその動画を見ることによってもう少し頑張ろうっていうそれが月曜日に伝えられたらいいなと思って意図的に月曜にこう投稿してきたんですね。で今日最後の月曜なんです。だからあの今回は何かの手法とかね冬休みこれ頑張ろうぜとかそういう話はしません。ただ単純に えー、受験生の皆さんに、えー、伝えたいことを伝えて、えー、最後の子ね2 0 2 0年ラストのメッセージを伝えられたなと思っておりますで今ちょっとぐだりましたけど、えー、今回はですね編集入れてません途中カットなしにします最後なんでねなんでちょっとこれ以上にぐだつくかもしれないですけど、ね、よかったら聞いていってくださいでえっ、ー、とーまあもう自分の大学受験なんてはるか昔の話でもう35歳だからねそうもう17年前本当に自分の実年齢の半分ぐらいのもうなっちゃいましたけど まあそれ今でもよく覚えているのが当時自分はまあ東京学芸大学を目指していてもともと偏差値20ぐらい足んなかったから、まあ、頑張って上げてきたわけですよ。それでもよくて B 判定が1回取れるぐらい多分 A 判取れたことあったかなちょっとあそこ曖昧なんですけどでもこの時期でもあの自分のね高校の恩師松崎先生からも。 まあ半々かなぐらいなのを言われていて受かる確率がね自分の、まあ、自分はあんま自信が自分にこう自信を持てるタイプじゃなかったからこう実感としてはさやっぱりもう30%かなぐらいなよくて、まあ、230%かなっていう気持ちで本当に毎日勉強しながら落ちたらどうしようって受かんなかったらどうしようっていうのを、まあ、みんなもそうだと思うんですよね。勉強机にに座っている時に 集中してたと思ったらふとやってくるんだよねその波っていうのはこうふとふって押したらどうするみたいな黙っとけよって思うんだけどね、まあ、いつなかなか抗えなくてその中で一つ大事にしてたことがあってやっぱり自分に自信を持てるタイプではないから自己否定をしようと思ったら簡単なんよ。もう自分なんて無理だとか自分なんてダメだとか勉強したって成績伸びねえよみたいなね そんなんな、ね、な思ったら簡単なんよそうだって思い込むの簡単だもんネガティブなことってポジティブなことを思い込むのが大変だからね。だけれど、あのー、やっぱり偏差値20も足んなくて結構周りからは無理って松崎先生はねお前なら大丈夫って言ってくれてたけどでもやっぱり数字だけ見ればさなかなかこう厳しい戦いをしてたからなかなかこう周りからもさやめた方がいいんじゃねえのと脂肪を変えた方がいいんじゃねえのとかあったけれどもでその中で。 うんまだその語学率に関してはかなり低かったけど自分を信じること自分のね自分を信じることこのハイチって人間を信じることでそれは誰にも負けちゃいけないと思ったの例えば応援してくれる人がいるともうみんなの周りにもね俺はでも一つ俺は応援してるからでも例えば俺が今動画を見てくれてるあなたをこう絶対思えないで大丈夫って。 行ってこいっていう気持ちお前なら成績伸びるよ受かるよって思う気持ちをこの受かるよって気持ちを負けちゃいけないのみんなは自分自身に思うこと自己否定は簡単だけどねだからそこで負けずに思っててほしい多分本当隙を隙を見ればあいつらはやってくるからね落ちんじゃねえのかっつって不安な気持ちはやってくるけどもそこをやってこんだけやってきたんだ 私なら大丈夫って俺なら間違いなく受かるっつって自分の可能性自分の成長の伸びしろそして自分の合格っていうものを信じてやってください,い,いそこで負けちゃいかんよ一番負けやすい時期だから今はいい踏ん張ってくださいそしてあともう一個これはお願いになりますお願い何かっていうと まあ、みんなは高校受験だったり大学受験だったりもしかしたら資格試験の勉強されてる方とか教員採用試験を、ね、勉強している方もいるかもしれないあの今年が終わったからね来年のとかもあるかもしれないで何かの、まあ、あと試験とかっていうのを目指している方っ、えー、とやってほしいのがその合格もちろんそれが一個の大事なね大事なポイントではあるんだけれどもそれはゴールじゃないよく言われる言葉だけど合格はゴールじゃないよただの通過点だからねそれはだから 受かっあと合格した後にそこで何をしたいのかみんなが行きたい高校に入って何をしたいのか大学に入って何をしたいのかそして大学に入った後高校に入生であああと中学生でもし女の子でね制服が好きな子もいるかもしれん俺の生徒もいっぱいいたよあそこの制服かわいいっつってそしたらその制服を着て学校に通ってる自分を想像してくれ あの可愛いセーラーがわかんないけど <laughs> 来てねいい入った後の姿を想像するいいワクワクしてくださいたくさんワクワクしてそれをエネルギーに変えて残り1ヶ月2ヶ月もうほんとちょっとですあっという間に過ぎていくからあっという間にやってくるよ試験本番はなのであのー、たくさんたくさんやんなきゃいけないことが思いつくと思いますあの科目もあの科目もってけれど前も言ったけれども 冬休みそんなに時間ないです一日学校なくなったとしてもね人が成長できるのはたくさん成長できるけどもでも欲張りすぎるとあそこまで成長しなきゃって欲張った欲張りパックを作ってしまったからここまで成長したのにああダメだってなっちゃう違うんだっていい成長が自分の求めてるものにいってなかったとしても成長してる自分を毎日毎日褒めてやってくださいいいかい そうやって毎日毎日自分のモチベーション気持ちのメンタルコントロールをしてこの冬休み過ごしていってもらえたらと思いますあの繰り返しになりますけど自分を信じることを誰にも負けちゃダメですそれはその一番だけは譲ったらあかんもうかみかみもう気にしないで譲ったらあかんよいいかなそしてあとは入ったあと受かった後の姿を想像してくださいみんなから俺は えと日々この活動をしている中でいろんなことがあるしいろんなこと言われるしなかなかねこうモチベーションがこうボキッてなりそうな時もあるけど結構やっぱ思ってるのは毎年ねその受験終わった時にみんなから格報告もらえるわけよ。で落ちちゃった方でも落ちたけどやりきったって言ってそのメールの文面強がってるかもしれんそれでも強がってる中でもすげえ前向きな気持ちできっとこういう表情で書いてるんだろうなっていうのが伝わってくる文面とかもいっぱいあるわけよ。 座って、まあ、語学不和はあるけれども、その子たちが頑張ってきてよかったって、すごい清々しい顔でこの文面を書いてくれてるんだなっていうのを受け取れる。そのワクワクというか、その日を夢見てというか、そこを想像して、俺も頑張ってる。だから、みんなも頑張ってください。もし、あの、まあ、俺にね、あの、報告するなんて、後で構わないよ。もちろん、えっと、身近な大事な人に報告した後で、全然構わないんだけど、もしね、ハイチにも報告してやろうと思う方がいたら、俺、めっちゃ喜ぶから、その報告。 受かっても落ちてもやりきった方は努力した方は思うから待ってる、うん、だからお互いにそこはねそういう気持ちで頑張っていけたらと思いますはいということでカットしなかったもんでなかなかぐだつきましたけど、えー、今年最後のメッセージでございましたここまでねお付き合いいただきありがとうございましたで、まあ、最後になりますがまあいろいろ喋りましたけど一番は体調が大事です体調崩したらもとも子もないからね手洗いうがいとか、えー、としっかり睡眠とるとかいっぱいちゃんと食べるとか っていうのをちゃんとやって、えー、有意義な冬休みにしていってくださいこれからもよろしくお願いします俺も頑張りますんでねそれじゃまたねバイバイ